神経解剖学において、前根は、脊髄神経の神経根の内炎神性、運動神経根のこと。脊髄の前、外側から出て、硬膜を貫き、末梢側で同じ行為の随節から出た項根と合わさって、脊髄神経となる。前根を構成する神経繊維の多くは、脊髄全角の一般体性延神性神経の軸索で、太く随昇を持ち、 Aα 繊維と呼ばれる。それ以外に細い有水神経繊維もあり、これは、A ガンマ運動神経の軸作で、筋防水の水内筋繊維を支配する。これに対して、Aα 繊維が支配する骨格筋繊維を水外筋繊維と呼ぶ。また、T1 から L2 までと S2 から S4 までの前根には、もう一種類の細い有水神経繊維がある。これは、 脊髄が角にある中間外側角に神経細胞体を持つ神経の軸索で一般内臓遠心性神経繊維すなわち交換神経節前繊維であり B 繊維とも呼ばれるこの繊維は高根と合わさった脊髄神経から分岐する白交通枝を通り交換神経幹に達してそこにある神経節に入る前下には 遠心精神経の軸索だけが存在するというのが古典的な考えだったが、今では人や猫を含めた一部の哺乳類で、前年にも多くの急心精神経の軸索があることが分かっている。この軸索はほとんど無髄繊維で、一部のものは直接、脊髄に入っていることが確かめられているが、全てがそうかは分かっていない。またこの感覚繊維の働きも今のところ明らかには、されていない。 ウィリス、WD コギショール、RE、センソリーメカニズムスオブザスパイナルコード、ニューヨーク、プリーナムプレス。ありがとうございます。